はてなはてなはてなに当てはまる選手を答えよ。高崎健太郎。山口俊。ガチで山口。伊能さん。高崎矢印伊能やね。三浦、今永。脱皮でもしたんか。割とガチで伊能。不在やろ。ウィーランド。久保。スーパークイックおったな。ラミレス、うちのエースは伊能。今永も地味に長いからガチで伊能しかおらんような。久保やな。でも伊能って毎年ローテ守って6勝くらいだぜ。先発としてイニング稼げてた時はまだいいけど、ラミレスにリリーフやらされた後はボロボロやぞ。低め安全花子はエースやったやろ。三浦、三島、久保、ドスコイ、今永、東、今永、大貫、今永。5勝15敗とかいう凄まじい成績だったな高崎。それでいてチーム最多勝という闇。サワンカルテットはどうなりましたか。三浦も今永も単に成績が良い選手ではないからな。やっぱエースの条件って成績以外の部分にあるわ。期待のサワンが1年で壊れて、復帰しても劣化するのなんとかならんのか。それが嫌ならドラフトで怪我持ちじゃないやつを指名するしかない。そいつらの方がすぐ怪我したぞ。まあ、三浦矢印今永やな。